さて、さて始まりました。ねえちの深夜の FM。ねえち、パーソナリティはねね、ゲストはねっこの皆さんでお送りしております。さて、最近雨がよく降っていましたけれども皆様、なんかここ2日間くらいとても暖かくて、晴れていてとても気持ちのいい天気が続いておりますね。いやでも、雨が降ったせいなのか、日陰なんかはとっても涼しくて、過ごしやすい、わりかし過ごしやすい、ゾンビ。ちょっとゾンビさんの乱入がありましたけれども、最近は割と過ごしやすい、過ごしやすい日を送っているのではないでしょうか、皆様。そうですね。私はですね、ちょっと私事ながら、最近ちょっと鼻水の方がやばくてですね、ちょっと今日耳鼻科の方に行ってきたんですけれども、なんか原因はどうやらアレルギー、あとなんか引っ越した時にたまにあるみたいなんですけど、なんか新しい家の材質が体に合わないなんてこともあるみたいで、なんかそういうのが関係してるんじゃないかと今日病院の先生に言われましてですね、そんなこともあるのかとすごく驚きました。花粉の季節になってきましたね。そうなんですか？秋の花粉ということで、そんなものは存在していたんですね。ちょっと作業しながらだとどうしても噛んでしまうのですが、どうでしょう皆さん。たまに動画として FM の位置を上げていくのはどうでしょうか？今パッと思いついたので、実現するかどうかは微妙なんですけれども。音声と映像が全然違う件について。ちょっと何を言ってるのかわかりませんね。マイクラってもともとこういう配信ですから、ラジオ感覚で楽しんでいただく。そんな感じだったと思うので、あながち音声とゲームの画面にズレはないかななんて思っちゃったりなんかして。まあでもね、マインクラフトの楽しみ方人それぞれになりますんで、なんか寝る前の BGM として使っていただいている方もいれば、単純にマインクラフトが好きでね。人が、音声が乱れておりますが、皆様落ち着いてご視聴ください。今ただいま一部音声が乱れてしまいました。誠に申し訳ございませんでした。何の話をしていたか忘れてしまったんですけれど、こちらの方にですね、氷山の方がございますので、そちらで一度氷を集めて一度体勢を整え直してガラスの方を引いていきたいと思います。今日の配信ではですね、絶対に脱線はしないぞなんて意気込んでいたんですけれども、結局こういった感じで BGM を探してしまう、そんな桃鈴ねねなんですね皆様。まあでもそんなところもご愛嬌といったところでしょうか。